貴様何者だ。我が名はデアファルコン、竜の力を宿す魔人である。はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、魔人デアファルコンのスコアアタック限定ですね、イベント限定。そして今回2万5000円まで SS ランクの魔人デアファルコンがもらえます。今回は、まあ、編成難易度によって大きく3パターンのねパーティーとやり方ね考えてみました。そしてその中でもね細かく妖怪変更したりしてスコアがどう変わっていくのかとかね、そのあたり見たいなと思います。今回はスコアボーナスがねビネガー 200% ビンさんと 100% つきます。でまあビネガーカーンはショーアップなんで、まあ、僕持ってないんで使えないんですけども、まああんまり気にしなくていいかなと思います。ということで、まあ、スコアボーナス妖怪あれば絶対に入れた方がいいんですけども、まあ、なければね、なしでも、まあ、それなりにね、楽しんでいけるんじゃないかと思います。まあ、最悪さ、2万5000円までに入れなくても、まあ、今回のね、イベントミッションとかも追加されてるんで。さあ、まずはね、初心者向け、この妖怪、ブリー隊長、スコアアップです。そして、シンデレラ隊長、攻撃力アップ。マヨネ。全体攻撃、チャップ、そしてヴィンさんと単体攻撃。まずはねこんなパーティーですね。まあブリー隊長は持ってないと多分できないんだよね。なのでまあほぼほぼみんなが持っているという前提で、そして残りのね妖怪は今回のイベント妖怪のみで編成してみました。でね今回種族相性がね勇ましい豪傑が有利なんだよね。このマジンデアファルコンがミョルロンなんで、ということでなるべくね、まあブリッジも入ってますけども勇ましい豪傑メインでねパーティー組んだ方がスコアは伸びやすいです。でこれでまあフィーバータイム持ち込んで攻撃力アップスコアアップからの必殺技を叩き込んでいく作戦ですね。まあできれば2フィーバー回したいよね。さあ攻撃力アップからの、そしてスコアアップ、はじめ2フィーバーの場合はもうすぐ打っちゃった方がいいです。そして必殺技打っていきます。ビンさんとかね何気に単体攻撃強力です。ちょっと今回ね妖怪レベルとか低めなんで、ちょっとね HP がね持たないかもしれない。このマジンデアワルコン強いんで、まあできればねこの残り30秒持ってほしいんですけども、まあ最悪コンティニューかっていう感じも、まあでもありでしょ。わあすげえ900とかだもんな、強いんだよね一撃が。なのでやっぱりそこそこの強いパーティーでやった方がいいかな。ああ終了です。コンティニュー使いましょう。ちょっとねこれはね時間はあるんだけど HP 不足ということで残念な感じです。さあ2回目のフィーバータイム入りました。攻撃力アップからの、さあ打っていきます。2回目のフィーバータイムはねスコアアップは最後の辺に打った方がいいかな。まあちょっと時間が多分あまりそうなんで、でまあ今回ねあのシンデレラあの攻撃力アップ使ってますけども、持っていない方は轟実施とかね攻撃力アップの妖怪たくさんあるんで、まあ、できれば勇ましい豪傑あたりで入れてやると伸びやすいんじゃないかと思います。今回ねスコアアップ妖怪の選択肢が少ないよね。まあブリーもしくは天下無双、まあこのあたりかな、まあ、C ランク A ランク。さあこれでも結構いきましたね。さあ順位の方が9000位ぐらいですね。まあまだ初日なんでね。さあ次は中級者向けということで、こんな編成、鬼雲スコアアップ、轟獅子攻撃力アップです。そしてヌラリシン単体攻撃強力です。そしてラストブシニャン単体攻撃、そして覚醒フィニャン使います。これねスーパーフィーバーなかなか
いけます。これ正直ね、いいかもしれない。覚醒不意には持っている人はね、まあ使っていくのも手じゃないかと思います。一応勇ましっぱですね、勇ましの種族効果 37% でいきます。どうなんだろうね、勇ましっぱがいいのか豪傑っぱがいいのか、このあたりはね、まあそれ人それぞれ持っている妖怪によって変わってくるんですけども、やはり編成としてはスコアアップは1体は入れた方がいいでしょう。多分ね、どんなパーティーでもまあヘボいねスコアアップでも構わないんで入れた方がいいと思います。まあ鬼蜘蛛 S ランク、これが結構入手難易度もそんなに難しくなく、まあおすすめかなと思います。まあエジソンとかね、まあ、もっと SS ランクのスコアアップ持っている人は、まあもちろん そちらを入れた方がいいんですけども、それはねちょっとこの後でまたやっていきます。さあ覚醒フィーニャスーパーフィーバー、これがねフィーバータイム自体も若干長くなるんでおすすめですね。まあうまくやればね、あの1回のフィーバータイムの間に覚醒フィーニャ2回打つこともできます。さあそして2回目のフィーバータイム目指して貯めていきます。でなるべくねコンボが続くような感じで中くらいのデカプニを作ってやるといいんじゃないかと思います。あんまりねプニをたくさんつなげすぎちゃうとすぐフィーバータイム入っちゃうんで、ちょうどね技ゲージが溜まったタイミングでフィーバータイムに入るような感じでやっていきます。さあ攻撃力アップからの、さあヌーラリシン強力です。そしてラストブシニャ、こちらも強力。さあ覚醒フィニャスーパーフィーバー、そしてもう一回ヌーラリシンいけるね。なるべくねこのフィーバータイムの間に必殺技たくさん打った方がねスコアは伸びるんで、まあって言ってもなかなか難しいけどね。さあこれでどうだ、終了、コンテはなしでいきましょう。お、結構伸びたね。これは順位も一気に上がりそうな感じです。お、6000位まで上がりました。ここからはねちょっと上級者向け特殊能力持ちのね妖怪も使っていきます。ホテイソン攻撃力アップです。そしてドラゴンナイトビネガー、これ持っている人は必須ですね。そしてドラゴンナイトビンサント、こちらも、そしてキラコマ使います。やっぱりねなぞり消しはスコアが伸びる、これね多分一気に伸びると思います。そして特殊能力持ち妖怪がねこれで 300% なんで大きいよね。やっぱり 300% あるのとないのじゃ倍率でかかってくるんで、どうなんだろうね。今回2万5000位までに入ろうと思ったら、まあ特殊能力持ち妖怪どちらか、まあドラゴンナイトビンさんと持っていなくてもいいのかな、ドラゴンナイトビネガーだけでもいいのかもしれないけど、まあやっぱりどっちかあった方が入りやすいんじゃないかと思います。さあまず1回目のフィーバータイム、スコアアップからの、さあ攻撃力アップです。そしてもう1回攻撃力アッププラスデカプニ、そしてこれ打ってきます。先に打っておいて重ねてね打てるんで、キラコマなぞり消し、これがうまく打ち切れれば、打ち切れたかな、結構ねスコアはね一気に伸びるんじゃないかと思います。やっぱりキラコマ強いね、種族相性的にはそれほどでもないんですけども。さあ2回目のフィーバータイム目指してやっていきましょう。今回はね本当にいろんな編成パターンが考えられるんで、もう本当に自分の持っている妖怪、まあ、気に入っているねいつも使っている妖怪をね使ってやればいいんじゃないかと思います。さあホテイソン攻撃力アップからのスコアアップかけます。まあスコアアップと攻撃力アップは使った方がねスコアは伸びやすいんじゃないかと思います。ドラゴンナイトビンさんとウッドキーのキラコマ溜まってね、延長しましょうか。キラコマが、あ、ちょっとフィーバータイム中に打ち切れない。それでもどうだ、それでも結構伸びたね。
おう、これどうだろう。フィーバータイム中に打ち切ってたらもっといけるのかな。これ結構伸びしろあるかもしれないね、このパーティー。今回いろんな編成があるんで迷いますね。お、3000位まで上がりました。それでは平駒を外してドラゴンナイトチャップ入れてみましょうか。 SSS ランクの豪傑なんで、まあこれもなぞり消しっていやなぞり消し、種族相性的には有利なはず。これがちょっと悩ましいとこではあるよね。まあドラゴンナイト3体入れての編成です。どうなんだろうね、皆さんは今回どんな編成でスコアアタックやっていますでしょうか。もうほんとね、人それぞれ持っている妖怪が違うんで何とも言えないよね。毒石膏とか持っている人は、まあ、スコアアタックの定番なんで入れるとねいいかもしれない。僕はちょっと持っていないので使えません。あとダンドリーとかもねありますよね。まあ、僕は持っていないので使えませんけども、さあ攻撃力アップ、そしてデカプニですね。まあ、このドラゴンナイトビネが本当はね、今僕技レベル4なんですけども、まあ上げてやった方が多分スコアは伸びるんだろうね。こういうなぞり系の時はね、攻撃力アップの倍率が結構効いてくるんで。うん、ドラゴンナイトチャップどうなんだろうこれ。まあ、勇ましの中では僕は SSS ランクの勇ましはこのドラゴン、なんと豪傑はね、このドラゴンナイトチャップしか持っていないんで、まあ、選択肢がないんだよな。あとは今回、まあ、プリッチ勇ましが使えるんで、まあ、極妖怪持っている人はね使うと、まあ、スコアがどうなるのか、これはちょっと気になるとこではありますよね。僕はね今勇まし、そしてプリッチの極妖怪は持っていないので使えませんね。さあドラゴンナイトチャップ、さあどうだ、延長しましょうか。また微妙なスコアですねこれでどうだろう。1億4500。今回のこの2万5000位のボーダーがどのぐらいかだよね。まあ1億超えは必要でしょう。さあ今度はプラチナ鬼をちょっと入れてやってみたいと思います。まあ豪傑のね種族効果が 31% になるんで、まあその感じで、まあ、スコアがどう変わってくるのか。そして種族は得意ですね。この辺りの効果もねスコアに効いてきそうな気がします。今回ねこのドラゴンナイト系の3体プニがね見にくい、まあよく見ればわかるんですけども、なかなか見分けがね難しい。特にこのドラゴンナイトビンサントとドラゴンナイトチャップ見にくいんで、まあ、そういう意味でもなんかもう少しねプニの編成考えた方がいいのかな。さあまずはフィーバータイム目指して、必殺技はねフィーバータイムに打った方がもうスコアはね全然違います、伸びます。なのでフィーバータイム中にねなるべく打つようにした方がいいよね。さあドラゴンナイトヴィンサント打っときの、このドラゴンナイトヴィンサントは必殺技発動したらほっとけば勝手にねプリ消してくれるんで、まあそういう意味では使いやすいよね。んー、なかなか。あとドラゴンナイトチャップのいいところは時々なんかあれが降ってくるよね。
なんかデカパに作る。なので、まあ、運がいいと何回か打てる、まあ、必殺技を、ね、打てる回数がたくさんになるんで、まあ、そのあたりもスコアが伸びやすいのかなという気がしますけども、さあ2回目のフィーバー、さあ攻撃力アップ2回か K の、うん、B さんと、さあここは延長しましょう。そしてスコアアップからのドラゴンナイトチャープ。今回ね、魔人デアファルコン欲しいよねできればね。さあ終了、もう一回延長しましょうか。さあ打ってどうだ。お、結構伸びましたね。お、2億超えいきましたね。まあ、まだねドラゴンナイトビンさんとも妖怪レベル上げれるんで、まだちょっとね伸びしろはあると思います。さあこれで3000位ぐらいですね。まあこれからねスコアアタック1週間あるんで、順位の方がどう変わっていくのか、そのあたりもねちょっと気になるところではあります。さあミッション報酬いただきましょう。これがね結構今回いいんで、まあ、普段スコアアタやらない人もね、これだけはやっておいた方がいいです。